いや、皆さん、こんにちは。ギギですか。僕はなんとか頑張ってます。今日はちょっと英語の言葉紹介したいですね。実は今日はマギっていう言葉を紹介したいですね。マギっていうのは蒸し暑いです。本当にもう一つの言い方は humid なんですが、でよくなんていうんですかね、天気予報の時は humid が出ますが、やっぱり僕の地元では友達同士とか喋る時はマギの方が出ます。例えば、It's really hot and muggy today. そういうふうに使いますが、でもちろん、It's hot and humid と使いますけど、なんか、muggy の方がちょっと馴染みな感じかなと思いますが、そういうふうによく使いますけど、日本では、夏はすごい、muggy なので、そういう言葉はよく使えるし、機会があれば、ぜひ使ってみてください。It's really hot and muggy today. とか、Wow, it's muggy. でも一つはちょっと気をつけてほしいんですけど、暑いみたいに I'm muggy はちょっと使えないですね。私はジメジメ、ちょっと日本では使えるかもしれませんけど、英語ではちょっと使えないから I'm muggy はちょっと使えないですね。天気がの表す言葉なので It's muggy を使ってください。Humid と同じように I'm humid は使えなくて It's humid を使います。そういうふうにやったらな、できる。